よっしゃ、やろうか。じゃあ、今からスパーやり、スパーじゃねえよ。サドーボクシング行きまーす。よろしくお似合い、いらっしゃい。ボンタサクランボさんはどつ？どうぞ。タクミアットマークカズミチクロマネージャーさんはどつ？はい、タクミさん、いらっしゃい。リスナーさん、お疲れ様です。お疲れ。今日ちょっと激しめにやろうと思ってるんで、今からあのシャドーボクシングやります。イリアさんはどつ？はい、はどつ、イリア。はい、みんなはどつ？バーガープレゼント、ありがとう。じゃあ、やりましょうか。今日は10ラウンドやります。よろしく。
みんなお疲れ、わざつ。楽しんでってください。お疲れ。ハートありがとう。おう、レクチいらっしゃい。レクチ、ハートありがとう。ぜひぜひミット持ってください。お願いします。時間がないんでお願いします。ミットお願いします。ぜひぜひ。野田雑さんいらっしゃい。
様になってないでしょ、全然。全然ダメだったよ、この前。ちょっと休憩しまーす。フックやアッパーはね、まだ教わってないです。ジャブとストレート基本からです。おかずレーザー、3点集の時は上がってないよ。打たれるとね、前かがみになる弱い癖があるから、そこ直しましょう。水飲んでくるわ。
プレゼントしました。ただいま。花火来た？マジで？ありがとうございます。お、引き出しさんありがとうございます。水飲みに行ったありがとうございます。花火。ありがとうございます。おかずレーザー、何オーカー？ただいま。いい汗かいてるね。今日気持ちいいわ。すごい体調がいい。すげえ気持ちいい。超気持ちいいっす。いいっすね。ちょっと体は重いけど、いい感じです。水飲み行ったよ、今。帰ってきたよ。よいしょ。あー、体かてぇ。よし、頑張ろう。次4ラウンド目か。ゴンタさくらんぼさんお帰りなさい。はい、ただいま。いい汗かいてますよ。スピードスピードスピード。フェニックスイッチアットマークロビン分担反射動ばかりしないで、縄跳びとか腕立て伏せとか地味なトレーニングしないよ。俺シャドウも地味なトレーニングだと思うんだけど、別にカッコつけてやってあのシャドウやってるわけじゃないよ。シャドウすごい地味だと思うよ。熱い。おお、サボちゃんワード2。サボちゃんワード2。パフェありがとう。宝石ありがとう。仕事サボちゃんさん、花束。サボちゃんありがとう。ウェイウェイ。サボちゃんさん、お菓子をプレゼントしました。ありがとう、お菓子。ゼローさん、脇毛が気になる。脇毛、脇毛こんな感じ。お菓子ありがとう。サンキュー、アイテムラッシュありがとう、サボちゃん。大好きだよ。たかしさん、自分のペースで。すごいね。マイペースだよ、俺は。マイペース、マイペース。ありがとうねー。
HII さん空気殴っても仕方ない。長くねえか。7秒か。空気殴るしかないんだよ。
のビッグンダンさんこんなこと言ってるけどパンチではありませんから。聞くおリスナーさん犬来た。いやどうすかね、重たいっすね。まだ早いっす。あ、重いっす。遅いっす。
花火ありがとう、お姉ちゃん。まずー。ありがとう、お姉ちゃん、いつも。練習ですよ。今、6ラウンド終わったところですね。左の大胸筋、左前足の、マジですか？そうかな。中ちゃんさんはドツオーの。足太くなってんのかな？どうなんだろう。おい、バドツー、中ちゃんいらっしゃい。楽しんでって。ごめんな、あんまコメント拾えなくて。もっと力抜いて打たないと、後半、上がんなくなるね、腕が。7ラウンドだっけ？今7ラウンドだっけ？ 6 だっけ？ 7 だっけ？今。今どっちだ？今6か7か分かんなくなってきた。
多分7なんだよな。6か。ゴルゴさんはどつ、腰が入ってない。どつ、腰が入ってない。手打ちになってる。汗止まんね。試合中メガネかけらんないもんだって。試合中メガネかけらんないもん。6でいっか。うん、7だと思うんだけどね。あの日曜日、あのリスナーさんにやらせていただきましたね。あとドレさんと日曜日だけかな。本当はね、毎日殴り合ってた方が有利なんだけどね。大変。これ試合中やばいね。試合中目に入ってきたら超邪魔。見えねえ。アレク3左回転ステップ方位からスイッチしたら相手のパンチかわしやすいよ。スイッチ禁止なんですよ。スイッチやりたかったんだけどダメだって。禁止。師匠がダメだって。クマからアットマークからくりくりから峠さん量もあるけど質だよ。そうだね。まあ師匠の言う通りにしますよ僕は。レイちゃんさんヘアバンド派。ヘアバンドね、いいかもね。ヘアバンド家にあったな、モンスターのゲーセンで撮ったやつ。ヘアバンドいいかもね。ウィッグ？ウィッグなんかつけないよ、邪魔だよ。セコンドの時はね、ロホコさんが吹いてくれるよ。よし、行くか。レイちゃんさん、WWW、ロハコさん来るんだ。ロハコさん、セコンドだよ、俺の。そうだね。その通りだね。やろう。のぎへんぺん、きつ音症さん、おはようございます。おはよう、のぎへん。やりましょう。グローブがね、ラウンドを増すごとに重くなってくんだよ、こいつが。こんなさ、こんなふかふかのものがさ、本当に重たいんだよ。びっくりするんだよ。3倍ぐらい遅いんだよ。これなしでやろうか、次のラウンド。ありの方がいいか、ありでやろう。
経験とかもあるけど、スタミナで負けることのないように頑張って。タコさんボディから秋だね。うん、頑張るよ。ありがとう。相手はね、J リーガーだからね、元ね。プロスポーツ選手ですから、相手は。ちょっとよくわかんねえわ、その例え。ほんとだ。ほんとだ。治った治った。中ちゃんさん、 J リーガーってすごいね。うん、クマからアットマークからくりくりから峠さん治った治ったよかった、うん、よし、次が8ラウンド目いきます。
ありがとう。水飲んできていいですか？ちょっと含んできていいですか？ちょっとだけ。ちょっとだけ飲んできていい？いい。水飲んでくるわ、向こうで。水道水持ってくるの忘れちゃったよ。うん、すぐ戻ってくるからね。行きます。ありがとう。頑張るよ。よし、残り2ラウンドやります。足痛えな。残り2ラウンド。飯何食おうかな。頑張ります。好きなんですよ。楽しいですよ。なんか31で青春できるんで。若い子と本気で殴り合うって。こんなチャンスないっすよ。32になって、リングに立てるんですもん。ねえ。冷静に考えてさ、だってみんなさ、普通のさ、オタクで引きこもってた2位とかさ、自分がリングに立つって言われたらえってなるぞ。そういう感覚よ。いい人生だよ。何長い振りって、なかなかないでしょ、そういう経験って。みんなと一緒だよ。人生一回しかないチャンスをさ、ものにしたいじゃん。泣いても笑っても一回だから。いい人生だよ。ほんと恵まれてるよね。
本気で行くか。中ちゃんガンガン極まって泣いたりして。どうだろうね。頑張ったら泣けるかもね。ラスト10ラウンド目いきます。1時間かかってるわ。休憩長いな。お、アマテラスだ。久しぶり。ういうい、頑張れ頑張れよ。明日の像見たことねえんだよ俺の親父の世代だよ明日の像って。俺初めの一歩とかかな。一歩スタイルでやってみる。最後のラウンド遊びで。賛成。どう、一歩スタイルやっていい？キックなしでピーカブーで OK だったら手挙げて。最後の30ラウンド遊ぶ。
一歩スタイルやっていい？ゆうきさん、いい汗かいてるな。オッケー、チッシュ行くわ。チッシュさんと、なかちゃんさんと、にゃーさんと、伝承大女神さん、お久しぶり、シルダ頑張ってください。ダメだ、これ疲れる。これ疲れるわ。1分持たない。普通にやるわ。1分持たない、これ。一歩すげえな。お疲れ。お疲れ。まあシュールこんなもんでしょ。一人でやってんだもん。笑われたっていいよ。いい汗かいた。お疲れ。お疲れ。劣等生で十分だ、はみ出し者で構わない。劣等生で十分だ。疲れたね。お疲れ。でもよかった、今回の日曜日のトレーニングで怪我しなかったから、あの体は動いたわ。次の日、先週ひどかったもん。先週はもう痛くて走れなかったの。もう、あ、これやばいと思って歩き出した瞬間からほどほどにやらないとダメ。次の日にね、体がガッチガチになる。あいよー、お菓子ありがとう。
でもさ、ずるいよね。テルチャンピン全然放送で練習しないからさ、わかんねえんだもん。研究できねえんだもん、あいつがどんなタイプか。あいつはさ、俺の練習風景ずっと見てるから、あ、こうやってやるんだってわかるじゃん。汚くねえ、あいつ。あれしょ、風邪ひいて熱とか嘘でしょ、あれ。エイズかもとか言ってたけど。恥ずかしがり屋の坊やさんを三中スピードより戻してガードする。はいよお菓子ありがとう。汚ねえよ、ほんとに。青山でも体調戻んねえよな。てる人せっかく世界チャンピオンいいんだからさ、稽古つけてもらえばいいのにね。超いい環境じゃん。まあでも誰に習うとかね、それはね、巡り合わせだからね。いや、タバコやめないよ。タバコやめへんで。タバコはやめないよ。バンテージ洗濯再現してないかな。一回洗っ、臭くないね。でもただ砂っぽいっていうか、ゴミがいっぱいついてる。芝生の芝とか臭くはないね。まだそろそろ洗い時かもね。狂気のスマイルさん、坂東英二。坂東英二、何の話。腹減ったな。狂気のスマイルさん、バンテージが坂東英二に聞こえる。聞こえねえだろ。バンテージって聞こえてるんだから認識できてんじゃねえか。冷えるな。また寒くなってきたな。これが嫌なんだよな。運動した後すっげえ冷えるのが。のんたんね、もう会いに来ないのかもね。のんたんはもう俺の家行かないって言ってたから、嫌われちゃったかな。まあ、いいんだけどね、しょうないよ、男と女だから。
好きな人がそばにいてくれればそれでいいです。僕はそばにいる人を愛します。いや別に何もないよ。ただなんか俺のこと浮気してる浮気してるってずっと言ってたから、浮気してないよって言ってんだけど、ずっと言ってるから、まあしょうがないよねそれは。まあ信じれないのは悲しいけど、まあそれだけ解消がなかったってことでしょ俺に。まあ、俺はあんま終わったこと考えないから終わったことはあんま考えない。お疲れね。疲れたね。コクーンタワーってあれだよ、昨日紹介したじゃん。あそこの真ん中にあんのがコクーンタワー。あれあれあれか、かっこいいぞ。中央公園から見える、あそこのガラス張りのビルかっこいいよっつったじゃん。あれがコクーンタワーね。はい、ワド2。あれ、はい、ロクちゃんいらっしゃい、のりたまさんいらっしゃい。ああ左足痛いな今日。電波悪い？嘘。電波悪いか？本当に？そんなことないはずなんだけど。電波ない？名探所見です。YouTube でニコ生見ていたので生放送見れて嬉しいです。おお、どうもどうもお前さん。どうも。大丈夫だよな。乗りたま3試合頑張れよな。そうだね、頑張ります。ゴルゴさん悪くない。でも悪くないよね。あー疲れた。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。よろしく。どうもキキさん。キキって魔女の宅急便みたいな。帰って雑談しようか。
お疲れ、芝子さん。あ、ありがとう。あれこれ、あれ部長芝子さん、これちゃんま早く帰ってきてほしいね。ありがとう、キキさん。もしよかったらフォローしてください。ケニーはこつ今練習終わったところ。そう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 、もう歩いて5分ぐらい、有田さんのところね。そう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 、こっからちょっと歩いたところだね。5分もないか、2分ぐらいか。風船ありがとう。マリア安倍さん初コメです。フォローさせてありがとうございます。マリアさんありがとうございます。お、おかゆさんいらっしゃい。バガありがとう。ケニーさん風船ありがとう。どうもどうも。疲れたな。でも今日いい汗かけたかな。日曜日の後ね、やっぱちょっと体硬くなるんだよ。筋肉張ってちゃんとほぐさないとさ。期待しちゃっていいよ。みんなが喜ぶ顔が見たいから私は戦うんですから。いや、そんなことないよ、そんなことないよ。利用とかそういう感じじゃないよ。そうじゃなくて、もうある程度俺らはさ、有名な配信者になったから絡み方考えてんの。毎日だらだらタムロしてもダメだと思って。前はそうだったじゃん、石野とかさ、いろんな人にさ、ずーっとタムロしてるみたいな。そうじゃなくて、企画をしっかりしてやりましょうって言ったの。だからしっかりやるときしっかりやるよ。だからロハコさんを友達だから、ロハコさんセコンドにしたんだもん。だって俺、うなちゃんマンきっかけで放送始めたんだもん。バカ、芝子よ、おい、俺はよ、うなの、な、おい、うなのよ。フォローありがとう。うん、メロンクリームいらっしゃい。うん。俺がきっかけでよ、ワードはこの世界入ってきたんだよ。わかる。あ、そうなんだ。俺は友達だよ。繋がってるよ、全然。ロハコさんとは。うん。お疲れっす、ゆめさん。バガあり、バガじゃない、風船ありがとう。よいしょ。それはダメだよ。おお。水飲みます。水がうめ。芝子さん、ケルバラ。なあ、ケルゲ。でも結構年だよな。いくつなんだろう。本当にありがとう、嬉しいわ。最近ね、 YouTube ももうすぐ300人いくよ、登録。新しいアカウントね、あのリンク貼ってあるやつ、プロフィールに。ありがたいよ。 YouTube から結構人が流れてきてもらえてね、生放送も盛り上がってきたよ。でもやっぱね、配信は生ですよ、録画じゃなくて。生放送の方が醍醐味がある。会話ができるからね。じゃあこっからは配信業ですよ。稼ぎましょう。ダベって稼ぎましょう。うん。おまんま食ってかないと。仕事今月で辞めるんだから。メクラさんまた不老者来るといいね。不老者来るといい。不老者とか言わない。うん。そうだね、俺もさ、やっぱ雑談が面白くない放送は見れないかな。喋り上手い人が好き。
に結構そのシャンマンとかラジオ代わりに聞けて本当助かるんだよ。何でもずっと1個の話題で20分ぐらい広げられる人なかなかいないよ。あれは惜しい人をなくしたよね。おかっちゃんはコツ。芝光さんとは人柄で見てますから。人柄。レクラ3匹で喧嘩になったことないのでびっくりしました。いや腹立つでしょ、いきなりぶつかってきてさ、なんかふざけんじゃねえとか言われてさ、はぁとか思って、俺の大切な機材ぶつけやがってと。おお、タローマン久しぶり、ありがとう。タローマンはどっち応援すんの、和道応援それともテルチャンピン応援？タローマンともね結構長いもんね。もうおお、風船ラッシュありがとう、たくさんありがとう。タローマンサンキュー。ありがとう。俺か。ありがとうよ。負けらんねえな、こんだけいっぱいの人に応援されたら。でもあれだよ、みんな忘れてんだよ、俺が32のさおっさんだっていうこと。相手24歳のスポーツマンだぞ。なかなかの無茶ぶりだからね。30超えて運動全然やってこなくてさ、スポーツマンと戦えって言われたら怖いだろ。何が勝てるよ勝てるよだよ。うん、そうだね、勝つことも大事だけど負けないっていうのも大事だからね。攻めですよ。相手はね、テルチャンピンっていうね人。うん。いや俺はあれですよ、メダル欲しいからね。うん。メダル取り行くよ、金メダル。いやいやいや、キャシャって言うけど、あいつ腹筋バキバキだし、あれだよ、放送で見るから細く見えるけど、あいつ筋肉すごいぞ。俺何回も会ったことあるから。俺の腹と比べてこないよ。俺、ガタイがいいんじゃなくて、ただのデブだからさ。
嬉しいな。こうやってやる？こうやって。タバコなかったでしたっけ？ないですね。ないんだ。はい。はい。いつからタバコ吸い始めたの？17かな、うん、17だね、うん、遅いっすよ。ちょっとカメラ切るよ。映像ちょっと切るよ。映像のメンソールライトと肉まんください。はい。あ、炙り焼きチャーシューマヨまんにします。やっぱりごめんなさい。はい。はい。あ、10円あるかな。いらないです。はい。はい、どうも。ありがとうございます。どうも。早いかな。周りみんな吸ってるけど、田舎の方は早いんじゃないの？
やることないから、バイク乗ったりとか、バイク乗ってタバコを吸って酒飲むことしかやることないんだもん。だから田舎の方があれだよね、あの女の子もエッチするの早いよね。そんなことないか。うわ、桜咲いてるよ、ほら綺麗、桜、桜咲いてるよ、綺麗、触んねえな。かなたさん、じゃがいもムカつく？なんでなんでじゃがいもムカつくの？この1週間で配信始めてこんだけアンチ作るってすげえよな。なかなかな素材だよな。俺見たことないからね。別にジャガイモ面白いとは分かんない、面白いかどうか。あれ、どうも、島津です。ああ、よかった。ああ、ちょうどですか、今。ああ、本当ですか。はい。すいませんね。サインします。はい。よかったよかった。はい。どこに？ここで。はい。すいません。ごめんなさい。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。
自宅なんかもうとっくだよ自宅なんかもう諦めてるわ。もう最初の半年ぐらいで諦めたわ。プライバシーなんかないっていうの。下方ただいま。隠す気もないわ。誰も来ねえよ。多分ね、あの格闘技グッズが届いたんだと思う。多分金的のカップだと思う。開けてみようか。多分っていうか、まあ絶対そうなんだけど。開けてみましょう。よっこいしょ。お疲れ様です。あ、ファールカップだ。金的のやつ、試合に使うやつね。高いだよ、高い。アマゾン。あ、届いた届いた。これこれこれです。あ、よかった。間違えてさ、 XS 買っちゃってさ、小さいから女の子用だ、のんたんにあげるって言った。のんたんが、私金玉ないよって言ってそりゃそうだな。これこれ。恥ずかしがり屋の坊やさんはどこです？はい、窓2。恥ずかしがり屋の坊やさん、お菓子をプレゼントしました。お菓子ありがとう。めくらさん FC2 の録画配信なんだろうそれ。 FC2 の録画配信、これつけて戦うんだ。結構邪魔だな。こんなチンコでかくねえぞ俺。おー、これつけんのか。蹴りづれえな。え、これボクサーとかもみんなこれつけんの？ボクサーもこれつけんの？こんなでかいのつけんの？とりあえず道具は揃った。ボクサーもつけんのかな。よいしょ。なんかラグすごいのかな。ラグどう？みんなから見て。ラグってる？このパン食えるかな。大丈夫か。2日前のパン食べよう。大丈夫かな。KP、ラグはいつも通りか。大丈夫か。KP、しょうがない。携帯配信はしょうがない。食えるわ。ボソボソだけど。男の一人暮らしは寂しいの。女の一人暮らしの方が寂しいか。炭酸ガス入りって書いてある。
炭酸ガス入りって書いてある。知ってるわ。そこアピールするところじゃねえから。どれも入ってるわ。みんな炭酸ってあった方がいい？俺なんか駄菓子屋のあの30円ぐらいのジュースみたいに炭酸がない方がいいんだけど、のんたん来ないんじゃないかな、わかんない。俺はのんたんじゃないから、のんたんが決めることだから。うん、もう1週間以上会ってないよ。嫌われちゃったのかな。まあなんか最近アンチコメばっかりだったもんね。バカプレゼントありがとう。でもあれだよ、一緒にいてさ楽しい人といるのが一番いいんだよ。思わない？一緒にいて安らぐ人とか楽しい人とかさ、そうそうそう、合うか合わないかだから。人間関係と一緒だよ。分かり合おうとしたりとか、相手を変えようとかするとダメなの。この人が好きっていう人だよ。うん。いいところも悪いところも含めて、この人が好きって人と一緒にいればいいの。ポスター完成、マジで。早いね、情報。サンキュー、たくみさん。完成？うん。ポスター。お、来た来た。おお。は、パルパル出んの？え、どういうこと？パルパル、俺の試合逃げてんじゃん。は？は？なんでパルパル乗ってんの？俺との試合逃げてんじゃん、あいつ。2対 1？ 俺2対 1？パルパル&デルチャンピン VS ワド、もしかして。それ面白いな。タックマッチなの？向こう。なんだよこれ、協賛ルーズソックス愛好会って笑えるんだけど。
意味わかんない。どういうことパルパル。宮部さんガタいいな。発足のグルメ怪獣受ける。あ、よかった宮部さんちゃんとあの選手側の方に映ってるね。お疲れ様です。一回枠閉じます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう